い、戻りましたね。はい、戻りましたね。ラーメン結構ラーメン効果も出てきましたね、はい、毎回、ね、放送してると興味津々で、でも、はい、あのお鍋の方も美味しいんですよね。美味しいですよ、うん、本当にぜひ名古屋に来た時にはこのトントンと、はい、豆腐アンチンをご利用ください、はい、うまいうまいうまい。じゃあ次ですね、早速はい、次はお酢ですね、お酢の、はい、来ましたね、うん、お酢買ってるっていう人、はい、はい、ぜひ必見ですので、はい、羽田さんと私ところとどのくらいかな。はい、じゃあお酢のお世話について、はい、VTR です、どうぞ。では今回は男の子の、お世話の仕方ですね、お宅のうさちゃんが男の子だった場合、どういうふうにお世話をしましょうということですが、この子は男の子なんですけどね、うん、男の子は甘えたで、犬と違って犬はほらよくきついとかって言いますよね。男の子は非常に甘えたです。でベタベタされるのが嫌いな方は、男の子を育てるのを嫌われますね。女の子の方が、あっさりしてるから好きだっておっしゃる方もあります。男の子はとにかくベタ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 と構ってやれば構ってやるほどベタ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 と甘えてきます。それは男の子ってその特に耳の垂れた男の子たちっていうのは、人に依存して生きていくとは、まあ、人間みたいなもんですかね。奥様に甘えて、奥様に何でもやってもらわなきゃ生活できないんだよっていうようなところがありまして、もうとにかく人間に懐いてきます。ただしこうごそごそします、動きます、ごそ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 動いてきますが、うさぎの男の子は甘えたで面白いと思います。で、男の子っていうのは一つだけ問題があるんですが、人間に懐くあまりに、例えば朝起きて私の経験から言いますと、ケージを開けますね、おはようってケージを開けると、まず飼い主のそばでぐる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 回って、母ちゃんおはよう、母ちゃんおはようって、うちの子なんか母ちゃん母ちゃん母ちゃんって言って、で私が何をしててももうそばに寄ってくるもんですから、台所で蹴ってしまうとか、あんたおったのみたいな、蹴ってしまうこともよくあって、ちょっとあんたどいてよみたいなことがよくありますが、それもめげずに男の子は、お母さんに蹴られて、うっかり蹴られてもう平気でお母さんにベタ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 してきます。あと男の子はですね、一つ問題があるのは、生後そうですね6ヶ月ぐらいですか、6ヶ月ぐらい経つと、だいたい玉が降りてくるって、男の子では睾丸が降りてくるのは、うさぎ私たちは降りてくるって言うんですけど、本当に降りてくる状態で可愛い2つ の, ピンク色の玉が見えてきます。そうしますと、もう飼い主さんにもうハグしてくるんですね。でもうとにかくそばえるっていうんですか、こうもうハグしてきて、今こんなおとなしくしてますけれども、そばえてきて、もうどうしようどうしようどうしようみたいな、それは思春期になると当然起きてくることですね。で女の子の場合はそういうこと、まあ女の子思春期で、例えば女の子で困るのは偽妊娠っていうこともあります。毛をむしってしまって、いかにも自分が赤ちゃんができたような気持ちになっちゃうことがあるんですね。で男の子の場合はそれと反対に、その誰かバレンタインチョコちょうだい、そしたら僕は僕は僕はみたいな、みんなすぐ大好きになってしまう。でもうそういう相手がうちの子の場合は相手がいないもんですから、他にウサギさんがいないもんですから、もう私一筋で、うちの夫には絶対にハグしてっていうか、そばえてきたり足に絡みついたりしないんですよ。で夫も結構可愛がってるんですけど、夫にはしなくてもどういうわけか私にだけしてきます。それでだんだんそうなってきますと、足に絡みついてきて、そういうなんていうんですか、性行動ってなるんですが、
最後に噛むんですね。あの私の足のふくらはぎを噛んで噛むんですね。それはどうやってやめてちょうだいって言っても、そのウサギたちの性行動であって、それをあのなので、あの私は朝なんかこう、例えばレグウォーマーみたいな毛糸のレグウォーマーを自分で、えレグウォーマーっていうんですか、足につけるレグウォーマーを巻いてみたりいろいろしてるんですけど、まあ、それをやめさせるために、うちの子が今1歳半になり、そろそろ2歳になるんですね。でやっぱりその性行動をするもんですから、そろそろ去勢をしなければいけないのかな。うちの子はあの家族として別にあのうちのお店のことは関係ないんで、あの、うん、そずっと一生彼と私たち夫婦と過ごすというふうに決めておりますので、そろそろあのそういう去勢という行為ですね、あの例えば女の子が子宮を取ってしまった方がいいんだろうか、病気になりやすいからということなんですが、あの男の子の場合は、玉を取ってしまうとどうなるかって言いますと、非常におとなしくなります。でも本当にあの手術も簡単で、あの麻酔が取れたら、麻酔があのなんていうか、麻酔が覚めたらですね、覚めたらあのすぐにお家に帰れるぐらい、その日の午後に連れて行って先生に去勢をお願いして、で麻酔が覚めたらすぐ連れて帰れるよというぐらい簡単で、そしてあの睾丸のところにこうナイフを入れて、そしてあの精子を取ってしまう、非常に楽です。その後は非常におとなしくなります。であの本当にあの人が変わったように人間にそばえたりしなくなります。ただ私がどうしてもこう踏み切れないのは、もちろん麻酔かけてるんだけど、できればそのまま、もう少し我慢して、できればそのまま、本人は多分痛くないんでしょうけど、できれば手術したくないなっていう思いがあって、未だに踏み切れずに毎朝ハグされております。でもあのだからって、男の子の場合は手術をしなくても人間が我慢できる範囲であればいいんですけど、うちの子が一番思春期の時は朝ウサギと遊んでる時に私の顔を見てピッとおしっこを飛ばすんですね。飛びしっこって言うんですよ、ウサギの場合飛びしっこって言うんですけど、私があの例えば夏なんかだとあのこう部屋着を着ているとピッと当たるぐらい、ただその犬みたいに大きく体が大きくないですから、飛びしっこっていうのピピッと 2,3 って来たらされる。それで私がちょっとあんたやめてよみたいな、あんた勘弁してよみたいな言っても、本人平気でまたピュッとおしっこ飛ばしてくるんですね。でお家をきれいにしておきたい方とか、ね、きれいなお部屋の方、うちはもう汚いからいいんですけど、あのそれ我慢できない方はあの去勢ということを考えられてもいいのではないかな。あのそのことで今までにうさぎさんを去勢して何かトラブルがあったということは私は聞いておりませんので、あの大変ではないと思います。あのそれをするともう本当におとなしくなるそうですね。うちの子もまだ、どうするか悩み中でそのままにしてあります。で男の子は本当にうっとうしい